女向き前は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家、中華人民共和国建国の功労者であり、中華人民共和国元帥に劣せられる。本名は、女像剣、自和主系。地主の家庭で生まれ、1919年に、大元の師範学校に入学。1924年には、関東省候補軍官学校に入学して一期生と、 なり、卒業後は、国民党軍として北伐にも参加している。1927年に、中国共産党に入党、公衆コミューンに参加した。中華ソベト政府副主席の彫刻党と共に、女会党が組織した、孔能軍に参加。河南、河北、安紀にまたがる学予官ソベト政府を組織した。大司法面軍を県軍総司令に就任した。 国民政府の攻撃を避けるべく、西部地区へ退却するも、その後勢力を回復。1935年には、四川省北部で10万を要する大軍となった。四川省孟字外において、朝鮮途上の毛沢東、首都区、州恩来率いる第一軍と合流したが、ここで北進するか、四川残留かの軍方針をめぐり毛沢東と、彫刻党が対立。 毛沢東ら第一軍は北進し、甘粛省を越えて、先制省へ向かったが、助向き前は、彫刻党に従い、出徳、李仙年と共に、四川省に残留した。後ヶ流率いる第二軍と遭遇したが、統一行動を採用せずに個別行動としたため、助向き前率いる軍隊は、壊滅的被害を受け、組織系統を失いながら、延安に到着している。 九百三十七年に延安で開催された中央委員会で、朝国党はその軍事行動を非難され離党することとなった。朝に従った女は問責されなかったが、毛沢東の批判を受けて、降格処分を受けている。第二次国境合作後、中共中央革命軍事委員会委員に就任、参政省で延縮さを説得して、高日戦線での共同作戦を行うことに、 成功している。九百三十七年八月、八祖寺軍第百二十九市副市団長に任命され、九百三十八年四月、第百二十九市と第百十五市を率いて、河北省南部に侵入し、君並港日根末地を樹立した。九百三十九年六月、山東省に移動し、八祖寺軍第一渋隊司令員となる。九百四十二年、 戦艦内進水連防軍副司令員、高日軍政大学校長代理。1945年に再発した国境内戦では、進むキロ軍区副司令員、河北軍区副司令員県第一兵団、司令員県政治委員となった。1948年3月から5月まで臨墳戦役を指揮して臨墳城を攻略した。6月から7月まで、 進む中戦域を指揮して6万の兵力で10万の敵軍を撃滅し、14位を解放した。1948年10月から1949年4月初めにかけて病を得ながらも、大元前線司令部司令院政治委員、中京大元前線総前遺書記として、延尺山との間の戦闘を指揮した。ショート大元をすると、延さんは飛行機で脱出。 体源を解放した。1949年10月1日に中華人民共和国の建国が宣言されると、総参謀長に就任。1954年、中央人民政府人民革命軍事委員会副主席、国防委員会副主席。1955年に中華人民共和国減衰。1966年には、 当中央軍事委員会副主席に就任した。文化大革命期間中は1967年1月に人民解放軍文革消息未長に就任。同年の2月逆流で後世ら文革小則と対立、首謀者の一人とされ4月に解任され、1968年から1969年にかけて北京の機関車車両工場での労働に従事した。 1975年に復活して、全人代常務委副委員長。1978年3月、国務院副総理兼国防部長に就任し、1980年まで、務めた。1983年6月から1988年4月まで、中華人民共和国中央軍事委員会副主席。1990年9月21日、北京にて、 満八十八歳で死去。第七期第十二期中央委員。第八期第十一期第十二期中央政治局委員。ありがとうございます。